ゲッティンゲン軍は、ニーダーザク先州の最も南に位置する軍であり、上級中心都市ゲッティンゲンを含む。本軍は2016年11月1日に、当時のゲッティンゲン軍とオステローデ・アムハルツ軍が合併して成立した軍で、人口約33万人、面積は1753.41平方キロメートルである。軍庁所在地はゲッティンゲンである。 この町の特別な地位については、ニーダーザク選手州市町村体制法に基づき、規定されている。ゲッティンゲン軍内には、ユネスコ世界遺産、ランメルスベルク鉱山、歴史都市ゴスラート・オーバーハルツ推理管理システムの、構成資産が、バルケンリート修道院、ビーゼンベーカー池、エルンストアウグスト港の3カ所ある。本群は、ニーダーザク選州の最南端に位置し、東部は、 ハルツ山地の一部であるオーバーハルツ及びミッテルハルツを含み、西部はベーザー山地を含む。最高地点はハルツ山地のアウフデムアッカーレン山、シュテーバーハイ、グローサークノレン、ラーベンスベルクである。主な河川は群長所在チゲッティンゲンを流れるライネ川である。ヘッセン州に突き出した反ミウンデン周辺地域をベラ川がかすめている。軍の北端は ビルデマン近郊の北緯51.83度、南端はニーステ近郊の北緯51.29度である。西端はバーンハウゼン近郊の統計9.55度、東端はローテジュッテ近郊の統計10.68度である。東西の幅は約 80km、南北の幅は約 59km である。本群は北から時計回りに、 以下の軍と境を接している、ノルトハイム軍、ゴスラー軍、ノルトハウゼン軍、アイヒスフェルト軍、ベラマイスナー軍、カッセル軍、軍独立士、カッセル、およびトビチノグとクラーゲンホーフである。最も大きな山は、ハルツ山地の山々である。例えば、アウフレム・アッカーレン山、シュテーバーハイ、グローサークノレン、ラーベンスベルク、クンメルベルク、ハウスベルクなどである。このに、 ミュンデン自然公園のハーファーベルク、クライナーシュタインベルク、ホーエハーゲン、ブラッケンベルク、グローサーシュタウフェンベルク、トーテンベルクなどもある。ゲッティンゲン群で最も有名な水域は、ゼーブルク湖、ルーメ水源、ユース湖、ゼーゼ,ゼゼキ、オーデルタールゼキ、および、ユネスコ世界遺産に指定されている、ビーゼンベーカー池とプリオール池周辺の修道院。 地水地方である旧月ピンゲン群には保護すべき危機に、瀕した自然保護地区が6カ所ある。月ピンゲン群の動植物、生息地シレーズ自然保護地区のほかに、軍議会により、以下の風地保護地区が指定されている、軍南部の近郊型保養地を奨励する目的で、さらに種やビオトープの多様性を考慮して1959年に、ミュンデン自然公園が指定された。 右の図は EU が2006年まで設けていたゲッティンゲン軍の動植物生息地指令に基づいて作成されている。赤いハッチングが付けられた地域は自然保護地域を表している。ハノーファー州のアムトを呼び軍体制に関する政令の改変の項でゲッティンゲン軍が1867年に初めてプロイセン王国ハノーファー州に設けられた。この軍は それまでのゲッティンゲン軍独立し、ハンミュンデン軍独立し、アムト・ゲッティンゲン、アムト・ミュンデン、アムト・ラインハウゼンから、税制及び軍政整備の目的で設けられた。一般行政改革のための、ハノーファー州の軍条例の施行により、1885年に、ゲッティンゲン軍が創設された。この軍は、アムト・ゲッティンゲンとアムト・ラインハウゼンから形成された。 この新しい軍はヒルデスハイム県に属し、軍庁所在地は軍独立市のゲッティンゲンに置かれた。1973年から2016年までのゲッティンゲン軍の市町村ズゲッティンゲン軍は1973年1月1日の地域改変に伴い新たに制定された。新しいゲッティンゲン軍は1885年に制定されたゲッティンゲン軍。 ドゥーダーシュタット軍、ミュンデン軍と、ノルトハイム軍のアーデルエプゼン及び、ウンタービリングスハウゼン、オステローデアムハルツ軍のリュートゲンハウゼンと、ボラースハウゼンから創設された。当時のドゥーダーシュタット軍の人口は約4万1000人、ミュンデン軍は約4万5000人、旧ゲッティンゲン軍は約5万人、ゲッティンゲン氏は11万人以上であった。2012年から2013年に、 ゲッティンゲン軍とオステローデアムハルツ軍、ノルトハイム軍を統合する計画が立案された。その主な動機は、州政府の統合による新ゲッティンゲン軍への、不債免除、いわゆる、統合報奨金制度であった。これは2013年3月31日までに、統合を決議することが条件であった。不債免除の他にも、軍は、 今後数十年間に起こるであろう人口減少に、起因する将来の収入源に対する歯止めとなることを期待した。2013年初め、ノルトハイム軍がこの協議から撤退した。2013年2月半ば、ゲピンゲン軍とオステローデ軍のみの合併が調印された。ゲピンゲン軍の軍議会とオステローデ軍の軍議会は、合併協議結果の受諾を決議した。 2013年8月28日月陣元軍、議会は賛成多数で合併を決定した。2014年2月1日に該当する、軍域変更協定で定められた月陣元軍と、オステローデアムハルツ軍との合併は2016年11月1日に、施行され、月陣元軍を、軍庁所在地とする、新たな月陣元軍が誕生した。 ドゥーダーシュタットとハンミウンデンの軍行政の司書は引き続き業務を継続した。さらに、オステローデに新たな司書が設けられた。ゲッピンゲン軍は1964年、1973年、2016年に拡大している。1973年の地域再編以後の軍長を列記する。2016年11月1日の軍議会選挙。 以降の議席配分を以下に示す。2016リベラル、コンサーバティブリフォーマー。2016年11月までは、アリアンツ・フュア・フォート・スチュラット・ウント・アウフブルックという名称であった。2016年10月31日までの、旧ゲッティンゲン軍の紋章の図柄は、以下の通り、長部は赤字で、その中に歩く青い爪と舌を見せる金の獅子。その下の主部は、 金字で銀の逆 Y 字が描かれた赤い縦と白い円形の上に描かれた六本スポークの赤い輪が壁の留め具で上下に留められている。2016年11月3日に制定された新軍の基本条例には上記と同様の記述がなされている。ゲッティンゲン軍は以下の自治体と姉妹自治体関係にある。バルケンリーと修道院はゲッティンゲン軍内には ボーベンデンの高台に、中世の上司であるプレッセ城があり、ハンミュンデンに、ベルフ家の上官がある。この他に、ハルツ地方には、イーベルガー商入堂の洞窟体験センター、ベルフ家のヘルツベルク上官、アインホルン洞窟とシャルツフェルトの石像協会、シャルツフェルス上司、ユネスコ世界遺産のバルケンリート修道院がある。さらに、ゲッティンゲン、オステローデアムハルツ、 ドゥーダーシュタット、ハンミュンデンなどの旧市街も見どころである。文化施設保護のために、1989年に、南ニーダーザクセンーチ連盟が設立され、2004年には、南ニーダーザクセン基金が創設された。地理上の制約から、ゲッピンゲン群の主要な交通軸は、南北方向である。鉄道重要な南北の交通軸は、ライ年川の谷に沿って、 軍と軍庁所在都市を貫いている。ここには、軍内で最も古い鉄道路線と最も新しい鉄道路線が並行して通っている。早くも1854年には、宮廷所在地のハノーファーからゲッティンゲンへの路線が、ハノーファー王立国営鉄道によって設けられた。この路線は1856年にドランスフェルト及びハン半ンデンを経由して、 カッセルにまで達した。1991年から営業運転を行っているドイツ鉄道の高速路線ハノーファー・ビュルツブルグ線はこれとほぼ同じルートを通っている。本群にはミュンデナートンネルとラウエベルクトンネルのニーダーザク線州で最も長い2つのトンネルがある。1867年に鉄道ゲッティンゲンフリートラントアーレンスハウゼン線が開通した。 1872年に、アーレンハウゼン、ハンミュンデン艦が、アイヒエンベルクと、ヘーデミュンデン経由で結ばれ、1876年には、フリートラントアイヒエンベルクへシュベーゲが続いた。1868年、1869年から、ヘルツベルクを経由するノルトハイム・ノルトハウゼン線が、開通し、1870年、1871年に、 この路線からオステローデを経由するヘルツベルク、税前線が分岐した。早くも1884年にはすでにアーレンハウゼン、フリートラントカンが営業を停止し、1980年にドランスフェルダー・ランペも廃止された。1910年にプロイセンクニュー鉄道はベーザーベルクラントへのゲッティンゲン・ボーデンフェルデ線が営業を開始した。 ゲッティンゲン軽弁鉄道 AG がアイヒスフェルトまでの東周辺部を狂気鉄道で結んだ。この鉄道は1897年にリットマールスハウゼンまで1907年にドゥーダーシュタットまで開通した。ドゥーダーシュタットからはプロイセンクニュ鉄道が1889年にすでにブルフテンまで1897年にライネフェルデまで営業していた。 1911年からはさらに東部では、ブライヒエローでヘルツベルク線が軍内を通っている。ギッテルで、バート・グルント線、オステローでクライエンゼン線、ヘルツベルク・ジーベルタール線、シャルツフェルト・ザンクト・アンドレアスベルク線、ケーベン鉄道のバルケンリーとブラウンラーゲ、タンネ線及びエルリヒツォルゲ線が廃止された。バスゲッティンゲン軍は、南にイーダーザク線交通連盟の一部である。 ゲッティンゲンしないとそこからボーベンデンやロスドルフへはゲッティンゲン交通会社 GMBH のバスが運行している。ハンミュンデンではバス会社ブラウンシュバイク地方バス GMBH の市内バスが運行している。軍内の都市部以外では VSN に加盟する様々なバス会社のローカルバス網がある。カッセル寄りの市町村シュタウフェンベルクとハンミュンデンは 北ヘッセン交通連盟への移行地域にあたる。この地域内では VSN 料金だがカッセルやビッツェンハウゼン域については NVV 料金が適用される。道路群内を南北に連邦アウトバーン a 7号、ハノーファーカッセル線が通っている。ドランメタルジャンクションから連邦アウトバーン a 38号線が晴れに向かって分岐する。さらに、 連邦道 B3 号線と B27 号線が、ほぼ軍内の南北軸及び、東西軸となっている。B27 号線は東に位置するアイヒスフェルトから来て、ゲッティンゲンで南へ進路を取る。B3 号線は、北から、まっすぐにやってきて、ゲッティンゲンで南西に進路を変える。ゲッティンゲン軍内の経済振興は、ゲッティンゲン地方経済振興団 GMBH が、 になっている。この期間は、軍及び南ニーダーザクセン地方の経済、文化、社会全体の発展と成長を奨励する、南ニーダーザクセン基金を運用している。軍内には、13施設、合わせて3266床の病院がある。出版ゲッティンゲン軍内には4市の日刊誌があり、その高読地域は1972年の、 ニーダーザク選手の市町村再編以前にあった、旧軍に対応している。旧ゲッティンゲン軍では、ゲッティンガーターゲブラット、旧ドゥーダーシュタット軍では、アイヒスフェルダーターゲブラット、旧ハンミュンデン軍では、ミュンデナーアルゲマイネ、旧オステローデ軍では、ハルツクリアーが刊行されている。 ハルツクリアー,ー出版会社 m b h c を KG のハルツクリアー,ー氏は1997年からオステローデ軍で唯一の日刊誌である。この新聞は2006年にヘルツベルクのユングファー印刷出版 GMBH から分離され、それ以後ブラウンシュバイクで印刷されている。地方版以外の一般記事もボルフスブルクで制作されている。 GT と ET は、ハノーフェルシェ・アルゲマイネ・ツァイトゥングや、ノイエプレッセを観光している、マドザックグループに属している。全国面は、アスによって短縮され、新たな紙面に構成される。GT と ET の地方面は協力しており、それぞれの地域での興味に応じて、それぞれ異なる紙面となる。ET の読者には、軍全体に関わる。 上級中心都市ゲッティンゲンに関する GT の地方面のようやく刷版が定期的に送られる。漁師はこの他に共通のウェブサイトを運営している。一方、エチェメは一編出版に属すカッセルのヘッシュシュニーダーゼクジシェ・アルゲマイネの地方版である。全国面はカッセルでまとめて編集される。ニーダーザク選手及びゲッティンゲン軍に関する報道は ゲッティンゲンとハノーファーの編集部で構成される。ニーダーザクセン州内で、個別の地方面編集を行っている名の地方市は、この他に、ノルトハイム軍ウスラーの、ゾリンガー・アルゲマイネ、同軍の軍長所在地、ノルトハイムの、ノルトハイマー・ノイエステン・ナハリヒテン、および、ハルツクリアーがある。ラジオとテレビニーダーザクセン州に属すゲッティンゲン軍は、NDR の放送地域である。 NDR は、ゲッティンゲンにスタジオを有しているにもかかわらず、本軍向けの定期的な NDR 放送プログラムは、ない。NDR のブラウンシュバイクスタジオからの、ニーダーザクセン州東部及び南部に関する、定期的な報道番組では、この軍のニュースが少なからぬ部分を占める。旧ゲッティンゲン軍及び旧ドゥーダーシュタット軍の一部、旧ハンミュンデン軍の周辺部のごく一部では、 詳しいローカルニュースを放送している、非商用のローカルラジオ、シュタットラジオゲッティンゲンが、聴取可能である。全国的な商用のラジオ放送、FFN とヒットイコールラジオアンテネが、ニーダーザクセンの共同紹介番組を放送しており、そのために、ゲッティンゲンにスタジオを運営している。軍北部では、その地理上の位置関係から、 トルフハウスの強力な送信書から放送される、ブラウンシュバイク地域向け放送が受信できる。は、各ザムトゲマインでの本部所在地を示す。フレッケンは古くから、市場開催権など自治権の一部を認められた、町村である。独立自治体は、軍の機能を一部代行できる権利を有する、自治体である。人口は、2020年12月31日。 現在の数値である。これらの文献は参照元のドイツ語版に挙げられていた文献であり、日本語版作成に最終直接参照してはおりません。ありがとうございます。